or I get dirt on my shoes. I don't mind climbing 8 more floors, 'cause these stairs are all heading to you. の開幕から約1ヶ月半にわたって全国6拠点を巡った77祭2021キャラバン、始まりの場所は100番地のホームタウン渋谷。まずは本当に皆さんご覧いただいてありがとうございました。100番地で生まれた未来へのアイデアを詰め込んで、ボックススクエアとともに向かったのは名古屋。
次に向かったのはパナソニック創業の地、大阪。いろんな素材を集めたりとか、特にハプニングがあったりして、その中で一緒にこうものづくりを来場者の人たちとアドリブでいろいろ空間を作っていくことができて、それはかなり、キャラバンならではの新しい気づきを得られたと思います。普段はオンラインでやり取りすることが多いんですけど、今回は実際に来てくれた人たちと自分の大切な人の気持ちとかを一緒にお話しできて、すごく温かい気持ちになりました。都会を離れ向かった先は、創造的過疎地とも称される徳島県神山。このボードゲームでは、例えば今回神山からスタートしまして、日本を一周をしながら、あの各地の中産業に関して学びながら、まあ、ポイントをゲットしていくというような感じで、まあ、中にはですね、宇宙食を食べられるような場所もあったりするので。これはただのラッキーマスなので、後期に2年だとこれくらいですね。2年でそれだと。なるほど。じゃあこれコンクールを
ポップの代わりに使ったという話を。一回やっぱ竹同士生えてて、その神山あの散歩してた、あ、そうなん、そういっぱい生えてたんで、それで試してみたっていう。竹同士お茶飲んでも美味しい。これってどうやって入れとん？何が？これは違う。そら豆。あ、そら豆っぽいっすよね。でもなくになっちゃった。これね、ヨーロッパの料理で、まあ、あるんですよ、このソースの作り方。野菜のペーストと野菜のパウダーと、蜂蜜と米油なんですよ。で、パウダーにほうれん草を使ってます。要するに色出し。色か、色出し。我々100番地は未来を作るを実験区をコンセプトに、2018年パナソニックが創業100周年を迎えるにあたって、松下の壮大な250年計画というものが、働いているのか学んでいるのかわからないような感覚っていうのを、これからどんどん生活の中に取り入れていくにはどうしたらいいかなというところが今回のエリアテーマになっています。この食べるっていうことも、毎日皆さんしてらっしゃると思いますが、漢字が人を良くするというふうに書きます。こういった食べることによって人が良くなっていくような、そんな活動ができたらいいなと思っております。で、この自己紹介しておいて、そもそもかくれんぼの日本代表ってなんやねんっていう疑問あると思うんで、かくれんぼ、ちょっと世界大会のこともお話しさせてください。っていうのも、この世界大会、15年ほどの歴史があって、前回大会だとイタリアで開催されて、私たちグリーンバレーは本当に、まあ、神山で、それこそ巨万地と同じように若者の夢を応援することをずっと続けている団体でもありますので、まあ、今回このような競争の機会をいただいたことを本当に嬉しくというか、ありがとうございました。かくれんぼ、本気のかくれんぼ第2回戦やります。はい、グレーに来てますね。はい、やる人来てください。やる人来てください。ここにずっといるんで、かくれんぼやる人集まって、はい、15分間しっかり隠れてください。かわいい兄弟が見つけに行きます。せめてカメラに押さえないと。本日のこのキーノートイベントというのも、まさにそういったライフスタイルを実践されている斉藤育子さんにゲストにお越しいただいて、そのライフスタイルについて大いに語っていただいて、私たちのこれからの生き方や働き方などを考えていくイベントにしたいなというふうに思っております。働くとは何だろう、お金を得るため の、 そのライスワークに関してはもう少し減らせれるのかなと思いますし、どんどんそういう増えるアセットに基づいて暮らしていくと、どんどん自由になれるし、あの瞬間は働いているのか学んでいるのか、こう遊んでいるのか全然分からない。めちゃくちゃ楽しかったし、ね、
私がすごく、今回の話も聞いて、神山にも実際来て、であと今岡山で活動する中ですごく感じているのは、よく私はその様のベースと他の会社とって掛け持ちする中で、どっちが本業ですかって聞かれるんですけど、そういう概念がそもそもあんまりないなみたいなのがすごく感じていて、やりたいことベースでやりたいことをただよスケジュールに詰め込んでいくみたいなイメージ感を持つと、結構その遊学堂っていうのが自然とできるんじゃないかなっていうふうにはすごく思います。すごい美味しいお水にご飯ご飯美味しい海苔素敵素敵そんな感じで、はい、これは食べれるんですか？液体つけていくんですよね。蝶々、はい、さんのところにお話しに行ったら、この植物がなんかジンに合うんじゃないかとか、すごい新しい植物のことを教えてもらったりして、で味わってみるとすごい美味しいし、でこれが今回ジンを作るワークショップだったんですけども、そこで使うジュニパーベリーと同じような名前、ドラゴンジュニパーみたいなものだったりして、すごいなんか土地を越えた文化が全然違うところが神山とこう合わさるみたいなところがめちゃめちゃ面白かったです。僕は結構準備で来ることが何回かあった、2回ぐらい来た上で今回だったんですけど、お野菜を地元の子にこう育ててもらったりとか、あとはこう田植えを経験させてもらうというプロセスを経ての今回だったんで、なんかすごく去年までの7歳以上に思い入れが強いっていうのがまず今回の場だったんですけど、なんていうんですかね、こう自分の思いにすごい素直になっていいんだなっていうのが今回を通して感じたこと。例えば、子供たちがすごく楽しそうにお絵描きしてくれる姿もそうだし、お母さんたちが逆に必死になっていいお絵描きをしようとしてたり、大人だけで集まってお絵描きしてくれたりとか、でそこでこうじゃあ何の野菜で作ってると思いますかっていうクイズに真剣にみんな向き合うんです。だからそのコミュニケーションが大事だって初め僕思って作ってたんだけど、作って、やっていくうちに、あ、子どもの好き嫌いがとか、なんかそういうところにこうすごいハマってっちゃって、もっと美味しくしないか美味しくしなきゃっていうところを考えてたんですけど、結局このコミュニケーションが生まれるっていう仮説は合ってたんだなと思って、だからそこにもっと純粋にシンプルになって、よりこうこの食卓から、コミュニケーションが生まれるこの野菜のキャンバスっていうものを、ブラッシュアップしつつこう広めていきたいなっていうふうに思いが固まった3日間かなと思ってます。山口県ワイカムは斬新なメディアテクノロジーアートの発信地。頑張りましょう。じゃあ、エイエイを入れます。エイエイ。おー。はい。
おじさんやおじさん、おじさんやったらこの間何言ってたの違うんか。いや、なかったやけどな。この間の雨でできたんや。竹の子やな。とにかくな、大根100本送ってきたんや。マクロ的な視点で見てるというよりかミクロで成り立っているものがどこの領域でも成り立つというような考え方をしているので、それを組み上げていった時に、例えばレゴブロックを組み上げていって、なんか全体像として面白い図形ができるけど、それがなんか挙動としてはなんかすごいまた全体としての群としての新しい挙動を示すようになるから面白いし、それが難しい、だからそれが複雑系になっちゃうっていう、はい。作品を結構 3D プリンターで作ってたりとかして、そのテクノロジーと、まあ、本当にアートの融合みたいなところを普段からこう意識してやってるので、それをこう山口のワイカムに持ってったらどういうその化学反応が起こるかみたいなことを楽しみにしてきました。いろんな幅の子供たちとか大人の方とかからの感想が聞けて、実際になんか僕らが面白いと思ってるのが本当にその他の人からとっても面白いかみたいなのがなんか分かってすごい良かったです。これは山口です。塩作ってるところで、その海の海水を汲んでプロトコシーを試験が蓄積していきます。研究が続けられるキラーと発表される、また1巻ぐらい、1巻2個分でない出会いというのが、すごくそれはワイカムの特徴かなと思っています。ワイカムさんの活動を見せていただいたり、まあ、さっきのですね、おみこしのことなんかを見せていただいて、やっぱりそういうアートであるとかデザインされたものとの人との接点にすごく力があるなというのに改めて、まあ、感動を覚えるとともにですね、東京でずっと活動していて、なんかすごくジャンルが細分化して専門化して、まあ、興味がある人の母数が多いのはいいんですけど、メディアアート系の展覧会に参加したら本当にメディアアート大好きな人がいっぱい来てくれて、ね、まあそれはすごい専門的な話なのですごく嬉しいし楽しいんですけど、なんでしょうか、結構本当にその辺の子供がフラッと入ってくるとか全然関係ないおじいちゃんおばあちゃんが、まあ、ちょっとなんか逆にその雰囲気に浮いてしまうみたいな、あんまウェルカムな感じがなんか少ないなっていう感じです。どれだけイージーにその敷居を下げていけるか、うん、そしてそこからまた登っていけるかみたいな、これ百貫町コミュニティも同じようなことを考えていると思うんですけど、まあ、どれだけ敷居を下げてその不真面目で全くそのなんか怠け者でも参加できて、でそこが学びの一番入り口とかに設計されているとか、まあ、その鑑賞の一番最初に設計されているみたいなところをちょっとね一足飛びで。コミュニティデザインしちゃう場合も結構あったりもする、世の中を見ていると。で、そういう場合って結構多くのものを排除しているなっていう感じはしていて、ワイカムがやっぱりその入り口の、まずはその美術館でチケットをさばくだったり、その門を設けないっていうのは、むちゃくちゃやっぱその、さっき言ったスポーツにしても、まあ、バイオにしてもですね、すべては設けてないので、まあ、そういう流入っていうのをすごく歓迎しているというのは、ワイカムのコミュニティ設計の中でむちゃくちゃ大事かなと思います。何ですか？のりたけさんの誕生日。
より環境負荷の少ないものを作れないかということで納豆の容器を袋にしております。でこっちがあのバニラアイスクリームなんですけれども、この納豆をですねアイスクリームの上にピューッと絞り出していただいて混ぜてトルコアイスのような食感とみたらし団子のような甘じょっぱい食感の納豆アイスを福岡の皆さんに楽しんでほしいと思いですね今回作りました。マジでこれでどんの、うん、だからまあ帯参加になったやん、うん、僕でまあある種、どういうコンテンツどういう実験やるかみたいなものは仮置きしながら、まあ、帯参加しながら何を得ようかみたいなのを、まあ、試行錯誤しながら点々としてったわけやけど、このキャラバンの流れの変遷が面白いなと思ってて、まあ、東京、名古屋、大阪っていうところまではまあまあその3都市回るみたいなところがありつつ、
その後神山っていうね、そのいわゆるもうかなり都市と断絶されたところに行くじゃないですか。でそこでなんか自分のやってることのなんかその活動の商業性みたいなこととか表現みたいなことがなんかちょっとあれ今自分一体何してんだっけなみたいな感覚になって、うん、でその後に待ち構えてるのがいわゆるワイカムでさ、多分国内最高峰のやっぱり表現者が集まって、まあ、作られてる場所で、そこでじゃあ自分はこのバンジー VR っていうものを表現としてどういう風にしていきたいのかみたいなことをちょっと問われて、で多少のアレンジでしかないんだけども自分はバンジーでどういうことを表現したいのかみたいなことを考えた後でやっぱり立ち戻ってキャラバン終わった後のこととかも想像する、この最後の福岡の地に来てやっぱり商業性っていうものを突きつけられて、でやっぱり自分は今何しなあかんのかって言ったら表現性を突き詰めるとかじゃなくて今自分がやってることをいかに事業化するっていうところに立ち戻って、そこと真剣に向き合わないとあかんなっていうふうに思ったっていう、そんななんかことをキャラバンのルートで最後の地博多でなんか感じたりはした。いやだけどよく伝わってきたのは今日のプレゼン聞いてても思いましたけど、はいはい、やっぱり事業化するっていうこと、事業化をしなければいけない、うんうんうん、その少しでもそれを事業化しなきゃいけないってことに、うんうん、野々村さんのあの意識ってものが今すごく集中している。なぜかというと、それはなぜかというと結局やっぱり楽しんでもらえるっていうことに対しては、うんうん、このキャラバンですごく自信を得たと思うんですよ、野々村さんだからこそこれを事業化しないはできるし、うん、しなきゃいけないんだということにたどり着いたのかなと僕は思いました。そうですね楽しんでくれてる人とか、まあ、一緒にこれまで作ってくれて一緒に作ってくれた人に、まあ、報いる必要はあるなっていうのはすごく思いましたね。だからいつまでも自分の夏休みしてちゃいかんとかで、自分がやりたい表現みたいなこととか、自分のやりたい今後の多拠点生活みたいなことはじゃあ今すぐそれやるのかって言ったら違うだろうと、もっとこのバンジー VR の事業家で報いなきゃいけない人たちに報いてからのことだなみたいな、なんかね2歩先を先に見てきたみたいな感じな気はしますね。見えるし、その中で行われていることのそのなんていうかな、希少性みたいなのもやっぱり場所によって違ったりするし、でもその辺のその感じ方が全然違ったのは、ボックスクエアの展開見ていても、まあ、下手さんがすごくシンプルにっていう風に作ってくれたその屋台の制作の続きをメンバーがやってるみたいなところがあったかなっていうふうに思って、でなんかこう、はい、棚が追加できたりするじゃないですか、うん、あんなも今日使いこなしてましたよね、みんな。そうですね、後からこう合板の棚を作ったんですけど、あそれもまあ使えるんですけど、逆にボックスの天板を使ってると思って、そこはちょっとイメージしなかったんですけど、なんか特に人と人っていう関係においては圧倒的にやっぱそれが大事で、まあ、世の中人と人で作られてるんで、なくなることというか、なんかそういう話よくあるじゃないですか。ネットがこんだけ普及した時に人と人の接点って全部ネット上になっちゃうんですかねみたいにはなんないだろうなって断言できますね。1ヶ月半にわたり全国を駆け抜けたボックススクエア、名古屋、大阪、神山、山口、福岡とそれぞれの地で出会ったたくさんの人たちの思いを詰め込んで渋谷百番地へと帰っていく、thank you.
藤です、100万人の皆さん、このツアーお疲れ様でした。ツアーでいいのかな、わかんないけど本当に皆さんいろんなプロジェクトを持ってこられて、名古屋では結構圧縮するやつだったりとか VR バンジーとか、あと雨宮さんのやつとかね、あと日本酒とかも美味しかったです。ぜひぜひ今後も活躍してください。また名古屋に来た時にはファンカフェ来てください。お待ちしてます。新しいテーマを進めることっていうのはいろんなトラブルや問題がつきものだと思います。でもその時にそのトラブルや問題どうやって越えていこうか、何を変えていこうかと思うことが次への成長につながると思います。また一緒にやっている仲間たち、お互いに隣のテーマの指摘をし合うこと、そういったこともその人にとっての成長につながる、そういった思いでお互いにいわゆる切磋琢磨進めていってもらって、どんどん新しいもの、どんどん大きなものに変わっていってもらえればと思います。今回は神山町で奈良奈良祭を開いていただいて本当にありがとうございました。横で見てて、ハラハラドキドキ、それからコロナのことも心配なこともありましたけども、若い力で皆さんがこうやってやり遂げて、しかも全国6カ所、最後までやり遂げたことを見て本当に感動しております。またぜひ神山にも継続的に遊びに来てください。これからもどうぞよろしくお願いします。そうですね、前々から100万地すごいチェックはしていてですね、単純な感想として、まあ、むちゃくちゃ真面目にやってるなと、真剣に真面目に、このコミュニティをこう活性化して、言葉だけではいくらでも言えますし、言葉だけで書いてあるウェブサイトとかよく見るんですけど、本当にこう真面目に やられているなと。私自身会場にてメンバーの方と直接お話をさせていただいたり、イベントを近くで見学させていただいたりする中で、昨今の事情からここ1年ちょっとの間感じることができていなかった心を揺さぶられるような体験をすることができました。各地で生まれた新たな出会いがこの先の未来につながることを楽しみにしていますし、私自身もいただいたエネルギーをもとに活動していきたいと思います。本当にお疲れ様でした。